台湾で発行されている中華民国地図。国流交渉北部の黒川のアムール川対岸に突き出た黄色の部分が高等64トンである。高等64トンはかつてアムール川の左岸に広がっていた広さ3600平方キロメートルに及ぶ中国人居留区である。中国、国流交渉、黒川市の対岸にあるロシアの都市ブラゴベシチェンスクの 南側の一帯に64カ所の村落があったため、こう呼ばれる。新朝とロシア帝国の間で1858年に締結された愛軍条約では、真の領土だったアムール川砂岩の外満州はロシアに割上されたが、黒川の対岸の高等64トンと呼ばれる地域には、大勢の中国人居留民がいたため、アムール川砂岩でもこの部分だけはロシア領ながら、 真の管理下に置かれることになった。中国東北部とロシア極東部の国境地図。ブラゴベシチェンスクの南にある赤色の地域が高等64トン1900年、ギワダンの乱が発生した際、ギワダン員の一部が国流交代岩のブラゴベシチェンスクを占領した。かねてから満州全域への進出を計画していたロシアはギワダンと列強党を相手にしている。 新国側は満州情勢に関わる余裕がないと考えた。そこで1900年7月13日、ロシアの軍艦ミハイル号は川上より銃撃を開始し、先端が開かれた。7月16日のブラゴベシチェンスク事件でコサック兵が混中する新国人約3000名を同地から排除するために虐殺して奪還。さらに8月2日から3日にかけての国流行。 今事件では、ギワダに対する報復として派兵されたロシア兵、約2000名が、黒川人に渡過上陸し、新国人を虐殺。その結果、この時期に、新国人、約2万5000名が、ロシア兵に虐殺されてアムール川に投げ捨てられ、遺体がイカダのように川を下っていったという。これらの事件によって、高等64トンから、新国人居留民は一掃され、 真の支配は失われることとなる。これらの事件と、これに続くロシアの東三省占領は、三国干渉以来、高まっていた日本での対ロシア警戒感を一層高めることとなった。アムール川から南下の機会を狙うのは、世界最大のロシア陸軍。日本の世論は緊張し、反ロシア大集会が日本各地で開かれるに至った。ロシアは次に、朝鮮を蹂躙して、 日本へ侵略してくるに違いないというのが世論の見方であった。高等64トンの崩壊はアムール川の流血屋という題名の旧世代一高等学校の領下にも謳われることとなった。中華民国の成立後、北洋軍閥や北京政府も南京国民政府もロシアの高等64トン占量の合法性を承認しない点では一致していた。 以後中華人民共和国の時期も、ロシアの占領は合法的ではないとしながら、問題を棚上げにしていた。1991年以降、中国とロシアが、長年の領土紛争に終止符を打つべく、アムール川沿いの国境確定を行った際、江沢民総書記とボリス・エリツィン大統領による条約の中で、中華人民共和国は、正式にこの地に対する主権を放棄すると承認した。 なお、中華民国は法律上は高等64トンに対する主権をまだ放棄していない。中華民国の政府が認める地図の中には、この場所は今でも中国領として表示されている。ありがとうございます。